エアリアルくんちゃんが心の底から好きな人たちの反応集。この動画はプロローグと公式サイトで読めるゆりかごの星 OP テーマ祝福を見て聞いてからご視聴ください。ガンダムゆりかごの星。え、ゆりアル。エアリアルくんちゃん。キツネが表ヒロイン、エアリアルが裏ヒロイン。ボクッコロボ。お姉ちゃん絶対守護系ボクッコガンダム。水星の公式マスコット。高層妹面。6歳児に日常系アニメ見せてくれるガンダム。鉄血でラブ他の前例作ったから行くところまで行けるぜー。姉と花嫁の間に割り込む男、絶対に切り刻むガンダム。エアリアルくん結構俗っぽいよな。スナック菓子みたいな名前しやがって。人物相関図に割り込むガンダム初めて見た。エアリアルくんからタヌキへの矢印重すぎる。性別ってどうなんだろう。小説の英語訳がシーハーになってる。現実でも戦闘機とかってシーハーと女性認証なんだよね。おおむね乗るの男性だし相棒は女性の方がいいんだろう。少年よりの無性がしっくりくる。小説版で一人称が僕なのは確定したな。僕が弟か妹かで悩むなんて人間ってお堅いのね。公式小説読むと妹ってより兄感がある。姉が助けてるのにこの老人がよー、って内心思ってるのがすごい人間臭い。放送開始と同時に公式怪文書出すガンダム初めて見た。祝福と小説で掘り下げられすぎだろ、すごい好きなガンダム。エアリアルくん OP でクソも感情の歌詞ぶつけるのやめてくれる？主題歌がガンダムの激おもキャラソンとはね。祝福しろ。いわえ。お母さんもお姉ちゃんもかわいそうな目に遭ってきたから僕も頑張らないと。OP 曲気味視点なのはいいけど重すぎない。君が望むなら僕は強く答えます。だから今は全てを恐れないで。登場者の幸せを望むロボットに俺は弱い。しかも家族ならなおさらだ。ガンダムエアリアル、キャラクターボイス夜遊び。公式サイトでちゃんと石があるっぽいことが分かったやつ。エアリアルに石あるの確定なの？OP の歌詞は大河内が書き下ろした小説を読んだわよ。 ASOBI がエアリアルの視点で書いたもの。小説読んだらエアリアルめっちゃ好きになった。俺はこういう自我を持ったマスター大好き。僕コロボに弱いんだ。エアリアルくん自体はスレッタが意地悪されてたらムスッとなるくらいの自我があるんだな。エアリアルとスレッタが本当に兄弟な感じがしてとてもいい。小説読んだけど重いじゃん。モビルスーツが軽いわけないだろ。母から与えられた呪いに対してせめて自分は祝福を送ろうってけなげなガンダムだ。もし格納庫で整備士が本人がいないところで魔女の娘がよう。っていう陰口もエアリアルには全部聞こえてるわけか。怖っ。水星人ならそこら辺のトマトでも食わせておけ。飛んで埼玉アキュリー。真面目に水星の魔女で一番注目されてるキャラ。うわぁ、知らん女が乗ってる。下手くそ、デバガチャするな。もっと優しく扱え。ナラティブやんけー。結婚するのか、僕以外のやつと。動いてあげただけでもありがたく思ってください、メギツネが。勝手に僕に乗り込んできてゲロだけ吐いてったあの女。セキュリティがバガバだな妹。ああやる気出ないよー。お姉ちゃんじゃない奴が乗ってて気分が悪いよー。ホラバルカンぐらいなら扱えるでしょ。お姉ちゃんなら全部使えるけど。スレッタじゃないと、使用武器全部見せないの好き。エアリアルですなんか知らん女がヘッタクソな操縦をしてきたのでサポート全部切ってやりました。ハイビームライフル撃ったよーわやられた。サーベル出してとどめ刺すまで一歩も動いてないんだよ怖くない？棒立ちでも当ててこないあいつが悪いところあります。ああやる気でないようからのお前さっきお姉ちゃんのことバカにしたよな。わ怖すぎる。エアリアルくんキツネちゃんのことはどう思ってるのか気になってきたぞ。スレッタのスマホだから起動はしてやったが戦闘面のフォロータイムだったエアリアルくんで察しはつく。ちょっと画面タッチしただけでろうそくにしたのになんだあのやる気のないビームライフルは。撃った反動でぶっ倒れるエアリアルくん好き。変な女に連れ出されてムスッとしてたらお姉ちゃんが助けに来てハイテンションになる妹。素人は降りとれ。っていうかタヌキが来たら勝手にハッチ開けてますよね。露骨にやる気なくなる妹。まあ幸せにしてくれるなら許すが。姉が幸せなら何でもいいぞこいつ。お姉ちゃんがリンクした途端実力出す妹。身体をもてあそばれ姉を寝取られたエアリアルちゃんの明日はどっちだ。もう一回くらいミオリネが動かす機会はありそう。
あの子を助けたいの。お願い力を貸してやりやる。パターンか。でも女性同士の結婚って純潔そのままだからありだよ後輩。ユリコーン先輩。多様性の獣定期。ユリ過激派ガンダムじゃん。バラージ君、聞こえているならやめろ。なんでデストロイモードなの？これからユリに決闘を仕掛けてくる男たちを思うとね。ネトリスキーデストロイヤー。メアセンサーを赤く表現するためのシールがついてくるぞ。ねえアリアル君、あの真っ赤な目のシール何？充電してくださいの色でしょ。花粉症とかだと思う。寝不足でしょ。ローと子供ソフト定期。暴走はロマンだけどこの作品ではやめたってくれんか。今あいつ間に挟まりたいって。お姉ちゃんをバカにしたから殺す。お前はろうそくにはなれない汚い花火だ。水星くんちゃん。加減せなあかんて。止めないでくださいガンダムのおじさん僕はスレッタを守らないといけないんです。話してください、話せ。エアリアルくん君瞳がトマトみたいになっとんで。君男の子なんか女の子なんかはっきりしいや。僕は僕ですよ。なあエアリアル君、くん登場してる人で露骨に態度変えすぎちゃう？私とエアリアルはあんなのに負けません。お姉ちゃん。エアリアルです。学園に行ってみたらスレッタが子供の頃に見せていたコミックみたいな状況になってます。エアリアルです。せめてお姉ちゃんには学園生活楽しんでほしいのに環境が最悪です。スレッタちゃんとミオリネの距離が縮まっていくにつれてスレッタちゃんがエアリアルのコクツッとに来る頻度が少なくなっていくんだよね。友達できてよかったねスレッタ。って思うよエアリアル君なら。姉さんおみつえー。このまま逆らう奴ら全員ろうそくにしていこうぜ。ひゃっはっはっは、綺麗なもんだな、ろうそくみてえでよ。お前もろうそくの一本にしてやるってんだよ。はっはっは、ハッピーバースデー。じゃあバトルしようぜ、ガンダムバトル、負けた方がお前のチートマトイかな。逃げれば一つ、進めば二つ、お前を殺せば三つ手に入るな。エアプリアル来たな。水星の魔女の魔女担当。ガンダムクソ屋選手権期待の新人。娘が最大限幸せになるのが最高の復讐、みたいなノリどうにかなりませんか。あんなに娘を愛してたお母さんがその娘を復讐の道具にしてるのめちゃくちゃ悲しいだろ。旦那も恩師も仲間も皆殺しにされたとあってはこうなるのもわからないではないない。まあ復讐に走るのは仕方ないんだけど娘にやらせようとしてるのがうんってなるライン。ゆりかごの星4で分かったけどプロローグでなんでスレッタが躊躇なく一つ二つ三つ下の鍵耳謎だったけどスレッタはあれゲームだと思ってたのかな。復讐期の親が何も知らない子供にゲームと称してシミュレーター遊ばせるやつなんか前も見たな。スペーシアン全滅じゃ。お母さんがタヌキにつけろと言ったヘアバンドが不穏じゃない？思考強制とか脳波コントロールしてそう。プロローグだと殺人子タヌキにショック受ける感性は残ってたのに結局憎しみには勝てなかったか。お母さんラスボス説ワンチャンあるな。タヌキはお母さん大好きなのが伝わってくるから辛い。プロローグを踏まえてお母さんに憎しみの心がけありまくったとしても娘に復讐させようとしてるかどうかはまだわかんないじゃん。見ててね、みんな。私たちの娘が、仇を取ってくれる。娘愛はあるけど復讐の道具にはしっかり使うっていう歪んだ愛情になってる。エアリアル君的にもお母さんの復讐に付き合うのはやぶさかじゃないんだよな。スレッタ巻き込ませないためなら。ママンの復讐自体は全然否定してないんだよね。むしろ僕やるよ。くらいのノリノリ具合。まあスレッタからお父さん奪った上に水星の過酷な環境に追いやられた原因だしな。これからどんどんエアリアル君は血へどを吐く思いをしていくんだな。復讐なら母さんと僕だけでいいだろ。姉ちゃんも巻き込むな。ぜひもしっかりしたガンダムだわ。ガンエボで新規層を獲得し平アニメやってるんだーでユリコン役を見せつける完璧な作戦だ。1話だけ見てユリコン責任って言ってる奴らに祝福 PV とユリカゴの星を叩きつけたい。これ1話前にプロローグやらないで5話目くらいにプロローグ配信した方が視聴者の感情ぐちゃぐちゃになったのでは。魂の殺害やめろ。ユリカゴの星読んだらエアリアルにすげー感情移入しちゃった。最後壊れたらマジで泣くと思う。正直お前死なないで終わってほしい。ガンダムって基本的にはただの強い兵器だけど人と同列レベルにキャラクター性がブラッシュアップされた主人公機って割と珍しい気がする。頼むからお姉ちゃんはもちろんエアリアル君も壊れるなよ。ってすでになってるよ。
エアリアルくんがいい感じに死亡フラグ立ててるからタヌキちゃんは逆にエアリアルに守られてそこまで身体的にひどい目には合わないかも。エアリアルくんいい子すぎて辛いんだけど。これはラストにスレッタかばって爆発すると見たね。呪いは全部エアリアルくんが持っていくんだろうというのはわかる。しかし君も幸せになれないだろうか。なんかこう全部終わって平和になったらミニロボな感じのに AI 移植して一緒に学園生活やってくれ。何か見えないところでめっちゃキャラ立ってるなこのヒスコンガンダム。なんで最新ガンダム1話で一番キャラ濃いのがガンダムなんだよ。エアリアルは終盤でプロローグのお父さんなぞりそうで今から怖い。姉さんを幸せにする、母さんの復讐を達成する、プラモをたくさん売る、全部やらなくちゃいけないのが弟の辛いところだ。お姉ちゃんの幸せのことしか考えてなさそう。自分が壊れたら姉が曇ること計算に入れてないだろこのポンコツ。タヌキちゃんが薄い本でひどい目に遭わされたら全力で竿役と作者を殺しに来そうな MS。どんな道選んでも目いっぱいの祝福をしてくれる妹。マシュマロにてリクエストありがとうございます。